韓国空軍で F-35A 戦闘機の整備不良がまたまた発生したとの情報をキャッチしました。今回は韓国空軍 F-35A 戦闘機の整備不良を詳しく見ていきますね。やはり電子系統の不具合や F-35A での不能状態が234回も発生している。やはり F-35A の機密情報も怪しいよね。2022年9月下旬、アメリカ海軍のミニッツ級の大型原子力航空母艦の9番艦で、2015年から日本の神奈川県の横須賀海軍基地に配備されているロナルド・レーガンらの空母打撃群が、韓国との合同軍事演習に派遣された。これは、韓国沖合の日本海において、同国軍との合同軍事演習を行うための派遣であり、このところ、2017年以来となる核実験を再開する兆候も見られる北朝鮮に対して、アメリカが韓国と共にその動きを牽制しようとするものと言えた。9月末日には、これらに日本の海上自衛隊の護衛艦1隻も加えた対潜水艦戦闘の合同軍事演習が同じく日本海上で行われたが、こうしたアメリカ、韓国、日本に対し、北朝鮮は9月25日から10月6日までで6回、合計10発のミサイルを発射した。アメリカが予測した核実験こそ、未だ北朝鮮が再開したとの情報はもたらされてはいないものの、ここに来てのこの頻度での短距離弾道弾9発、そして、はるかに長射程の大陸間弾道弾1発の発射は、日本をはじめとする近隣国の大きな脅威となっている。かつてアメリカが前トランプ政権だった時期には、一時的に北朝鮮との間で融和ムードが生じたこともあったが、今にして思えば、北朝鮮の金正恩体制と、その各種兵器の開発を間接的に後押しした形になったと言わざるを得ない。むしろ、北朝鮮は、行き詰まった自国の国際社会での立ち位置を確保するため、以前よりも各種ミサイルを用いた軍事的な恫喝を強化している感すらあり、地続きで接する韓国としては、日本以上にその暴走を現実のものと見る向きも多い。そのため、韓国は今年2022年に保守勢力である現ユン・スツェツ新政権の誕生を機に、前、アヤザイトラ政権では、中国寄りと見さされていた軍事戦略のあり方を、再び、アメリカとの連携を強化する方向へと修正しつつあるように見える。こうした韓国の動きに合わせて、今回のロナルド・レーガンらの空母打撃群派遣という、実に5年以上行われていなかった、アメリカの大型原子力航空母艦との合同軍事演習が敢行されたわけだが、韓国内では別の問題も指摘されている。それは韓国空軍が2019年から実戦配備を開始したロッキード・マーチン社製のいわゆる第5世代戦闘機 F-35 ライトニング2にまつわるもので、2022年1月までに40機を調達した同機に様々なトラブルが発生しているという事態だ。韓国空軍で導入されている F-35 ライトニングには、通常の陸上の滑走路を使用する、最もオーソドックスな A 型だが、まず、今年2022年1月4日に訓練飛行中だった、同機1機が、ワシとぶつかる事態が発生、水山基地へと、胴体着陸を行った。ワシは、事故後の調査で、およそ 10kg ほどの大きさだったことが、判明しているが、航空機が見舞われる飛行中の事故としては、こうしたバードストライクは、軍用機に限らず多発しており、それだけでは、特筆すべき内容ではない。ただし、この事故で、韓国空軍の F-35 ライトニング 2A 型は、機関部の空気吸入口に、ワシの衝突を受け、そのまま、当該のワシを機体内に吸い込んでしまい、これが、
内部の着陸時に機体外に出る主客の制御に問題をきたし、胴体着陸を余儀なくされたというものだった。韓国ではこの F-35 ライトニング2に搭乗してしていた操縦士がかなり難易度の高い胴体着陸を成功させて生還を果たしたことに対して、その操縦技量の高さを称賛し、マスメディアの多くがその行為を美談として報じていた。こうした韓国内の報道の傾向に対して、日本の一部からは、危険な胴体着陸を強行するよりも、操縦者の人命を尊重する判断を韓国空軍側が下していれば、機体捨てさせて操縦者を緊急脱出させるべきだったのではないかとの声も聞かれた。このような意見に関しては、個人的には、どのような対処を行うことが最も適切だったのかという点は正直わからないが、そうした主張の裏には、どのような事象であっても、韓国をけなそうとする本音が透けて見えていたようにも感じられる。火器管制レーダーの照射問題は、言うに及ばず、大陸の半島国家である韓国が、航空母艦を建造しようとしたり、潜水艦に、対地攻撃用の重兵装を施したりすることには、疑問を禁じ得ないが、F-35 ライトニング2A 型の胴体着陸は、同列には論じられないと思える。さて、韓国の F-35 ライトニング2A 型のトラブルについてだが、2022年7月11日から14日の日程で行われたアメリカ空軍の同期との合同軍事演習の前にも、アビオニクスに関する問題が発生し、合同軍事演習への参加も危ぶまれたという。韓国空軍によれば、2019年の F-35 ライトニング2A 型の実戦配備以来、今現在の2022年10月までの間で、飛行そのものを行えない状態や、特定の任務が遂行できない状況が述べ、234度も発生していたことを自ら認めている。これは、F-35 ライトニング2A 型が韓国のみならず、世界的にも最新鋭の戦闘機であるゆえに、運用初期のトラブル対応には、特に必須となる予備部品の調達及び、日常的な整備スキルの不足が、主たる原因ではないかと推察されている。現、ピンスツエツ新政権において、与党となった国民の力に席を置き、韓国国会の国防委員会を務める議員からは、この点が問題として指摘されており、野党が、よくありがちな行為として、政治的に政権与党を攻撃するための材料として持ち出していることとは、いささか趣が異なる。日本でも、同様な理由で、F-35 ライトニング2は採用、調達が行われていると思われるのだが、韓国では、同機が有する、高度なステルス性能によって、最大脅威にして仮想敵国である北朝鮮に対し、優位な立場を築くことを期待している。にもかかわらず、その機体を担うはずの F-35 ライトニング 2A 型が、予備部品の調達、及び、日常的な整備スキルの不足を主要因として、その進化を発揮できない事態に陥りかねないという正論を、政権与党、国民の力の議員が主張しているわけだ。韓国では、すでに、F-35 ライトニング2A 型の20機の追加調達を決定しており、今後も、これまでのような状況を憂う、真摯な意見として、この指摘を受け入れ正そうとしたのか否かが、いずれ検証されることになるのだろうと感じられる。そういえば、韓国では、前、アヤザイトラ政権下で、建造が計画されていた、国産の航空母艦の構想が、どのように推移するのかにも、今後、ますます注目が集まると思えるのだが、今の北朝鮮のミサイルの乱射を受けて方向性が変わるのかもしれない。韓国はこの新造する航空母艦用にもともと計画していた F-35 ライトニング2A 型20機の調達分の予算を B 型へと流用する可能性が示唆されていたが、航続距離、ひいては
作戦行動範囲が狭まる B 型をあえて調達する意義は少ないだろう。日本が、出雲、片護衛艦の2隻、出雲と加賀に航空母艦化の改修を施し、F-35 ライトニング2 B 型を艦載機とする計画を進めていることを横目で見て、韓国は、自国は、もっと本格的な航空母艦を保有したいと、企図していたように見えた。個人的には、自身が韓国の国民であれば、そうした軍事的には、韓国にとって、有益ではない予算の使い方には、大いに異議を唱えたいと思えるのだが、韓国内で、こうした考え方が主流であるのか否かは、少し気になる部分ではある。ロシア・ウクライナ戦争で、ロシア軍の通常戦力が、西側諸国からの兵器供与で、劣勢に傾く中、北朝鮮は、ますます、ミサイル開発と威嚇行使をエスカレートさせる可能性が高まり、対峙する韓国軍に、的確な装備を期待したいところだ。